それでは始めたいと思います。本日のオリコンタイムマシーン。あ、拍手が鳴らない。昨日のやつがちょっとわからなかったんでね、まあ、不完全燃焼というか、でも研究ですから、これはね、これはですね、オリコンの、歴代ナンバーワンヒットソングを、解説していく、コーナーです。毎日皆さんに付き合ってもらっております。さあ今日は第4回目なんですね。じゃがじゃん。さあ今日はですね、昨夜の秘密。あ、一週だけですね。小川智子さんですね。このことは知ってます。52.9 万枚。だそうです。1949年までの小川智子。この時は、この曲は当時19だった彼女の歌手デビュー作にして最大のヒット曲。東映の女優からの転向ね。はい。安定した歌唱力と、甘い恋の内容が優先なので、受けて1位を獲得。あ、優先ね。ね。この年、NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしています。この後、恋のときめき、誰もいないところで、初恋の人などもヒット。84年は、谷村新司とのデュエット曲、忘れていいの、最高21、14.9 万をリリースし話題を呼びましたということですよ。知ってます？はい。今日皆さん反応薄いね。はい。1968年3月25日付のポップ10、夕べの秘密1位、2位は恋のしずく伊藤由香。あ、昨日やってた。なあ。次、デイドリーム、ザ・モンキーズ。洋楽ヒットチャートみたいだね。アイキラリン。ケメコ、はい。神様お願い？ The Tempters。グループさんですね。サカリバブルース、森進一。甘色の髪の乙女ってかな。ビレッジシンガーズ。あ、甘い色か。あくまで、西田幸子。知らねえな。雨の銀座。あ、黒沢明とロスプリモス。これ知ってる。最初に出てきたから。はい。ということで、さあ皆さん知ってます？ではちょっとね、僕オリコン今やってるやつのプレイリストを作ってるんですよ。それちょっと公開しますので、昨夜のことはもう聞かないで、あなたにあげた私の秘密、幸せすぎて幸せすぎて、あんたにすべてをかけたのだから、昨夜のことはもう聞かないで、このままそっと抱いててほしい。あ、こんな曲なんですね。はい。なるほどね。わかりました。ちょっと覚えやすい曲ですね、これはね。僕は知らなかったな。これだったら出せるね。面白いね。YouTube、かけちゃいけないけど、演奏するのはいいみたいで。夢のことはもう聞かないで、あなたにあげた私の秘密。ん？間違ってんじゃんこれ。私の秘密。ここでちょっと言い返すよ。幸せすぎて、違うな、これ間違ってるな。幸せすぎて、幸せすぎて、あなた
だろう。肩に全てをかけ、違う、これ間違ってるわ完全に。幸せすぎて、幸せすぎて、ちょっと待ってくださいね、めちゃくちゃなんで。私の秘密、私の秘密って何でしょうね。幸せすぎて、幸せすぎて、次が分かんないな。個性は昨夜のことはもう聞かないで、あんたにあげた私の秘密ということで、これ A メロですね。ほんでもういきなり展開します。幸せすぎて、幸せすぎて、ここが全てだね、確かに。あなたに全てをかけたのだから、この辺ちょっとメロディー忘れたけど、こんな感じで、もう一回戻ります。 B メロで展開して、 A メロでもう一度戻って、リピートが来ましたね。 ABA、 ゆうべのことはに覚えやすい曲なので、これは売れるんでしょうね。昨日の曲よりもいい感じがするんだけど、 52.9 万枚ですね。はい、ちょっと、これは総長の、まあ、意見なんですけども、この曲がグッとくるのはね、まずは普通に、ねえねえのなな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 、普通っぽいね、なな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 、ここだね。あ、ここ間違ってる。このベースで言うと、この転かっこよくできると思うんだけど、まあこの時代ではこれが、まあ、一番良かったんでしょうね。19歳だったそうですね。というわけで、今日は今日は昨夜の秘密、小川智子さん、この時代に何があったのかというのはまだ書いてない。あった、この時代には何があったか。昭和43年、皆さんは1968年だからまだ生まれてない方もいると思いますけども、どうしてましたか。まだ鼻垂らして寝ただけ。43年3月30日、巨人の星スタートだって。巨人の星。はあ、こ
この年にスタートしてるの。思い込んだらの巨人の詩ですよ。根性の星、ヒューマー一徹。パチパチー、すごい。はい。ということで、そのような時代にですね、この夕べの秘密が、1位になったっていう話。さあ、明日は何かな？今日もどうもありがとうございました。ABA。まあ、なかなかの、メロディーでしたね。存在してません。知らなかったけど、今覚えました。ぜひね、プレイリスト用意しておきますので、一日はその、昔のタイムマシーンに乗ってね、見てみるのもいいんじゃないかなと思いますよね。これずっと増えてきます。ロスプリモスから、ちょっと、Love You。もう覚えちゃったもん。ダンシング・オールナイトが入っちゃってますけども、これはちょっと別な、研究で、やったもので気にしないで。そのうち多分ダンシング・オールナイトは出てきますよ。80年代の、最大のヒット曲なんで、ダンシング・オールナイトがなぜすごいというかと。はい。このプレイリストは、ずっと僕が追加していきますので、ぜひね、今日の一曲として聴いてみてください。どうもありがとうございました。夕べのこと。